おい、大丈夫なのか？危ないぞ。何をしている？死ぬ気か？邪悪な何かだ。たたりがあるぞ。大丈夫なのか？下がれ、下がれ。プライマーは宇宙からやってきたと誰もが思い込んでいた。だがそうではない。奴らは未来から来た。だからあの日、衛星軌道上に忽然と現れた。時間の壁を越えて。クルールの体からあるバクテリアが見つかった。それは火星の岩石から見つかったものと同じものだ。これはある事実を指し示している。プライマーという文明が誕生した場所、それは火星だ。奴らは邪神なんかじゃない。火星人マーシアンだ。怪物の遺伝子を調査した結果、部分的に地球の生物と一致することが分かった。つまり怪物は地球の生き物ということになる。おそらく怪物は遥か未来の地球から来た。もし怪物が地球の生物だとすると、進化には10万年もの時間が必要なはず。仮説に過ぎないが、10万年後の未来には人類文明は存続していない。地球は怪物の星となっている。10万年後の未来、人類はとっくに滅び去り、おそらくは環境汚染や核戦争が原因だろう。そして汚染された環境の中でいくつかの種が生き延びた。進化と淘汰を繰り返し、最後に怪物が勝ち残ったんだ。奴らは強く、速く、繁殖力に優れ、そして汚染を浄化する力さえ持っていた。この仮説はあまりに衝撃的だ。プライマーが攻めてこなくとも、人類は10万年以内に滅ぶ。あのエイリアンは知的ではあるものの、我々を超えるほどだとは思えません。文明の主によってどこかの星から連れてこられた哀れな原住民か。エイリアンの体に取り付けられている機械は通信機、それに地球環境下での生命維持装置だと判明していますが、詳細な調査により重要な機能が見つかりました。あの機械は脳や身体組織に影響を与えているのです。文明の主はエイリアンをサイボーグ化して刺激しているということか。エイリアン自体、兵器としてクローン生成されている可能性があります。まさに消耗品だな。大気汚染で死亡しようが構わないということだ。遺伝子調査の結果、怪物だけではなく最初に遭遇したエイリアンにも同じ遺伝子的特徴が見られると分かった。つまり緑のエイリアンも遥か未来の地球の生き物ということだ。怪物の星となった地球で新たに誕生した知的生命体、あるいは変異した未来の人類なのかもしれない。プライマーは今から数十万年後に栄える文明だ。奴らは怪物の星となった地球に降り立ち、人類文明の痕跡を発見したに違いない。興味を持ったプライマーは時間を遡り、誕生したばかりの人類を観察した。よほど興味を惹かれたのだろう。プライマーは人類の前に姿を現すことさえあった。人々はそれを神と崇め、神話に記した。だがプライマーは気がついた。人類に存在を知られてはならない、そのことに。彼らは人類との接触を断ち姿を隠した。だが事故が起こった。プライマーの船が今から数千年前のインドに墜落。それが全てのきっかけになった。始まりは17年前です。インドの山中で驚くべき発掘がありました。宇宙船の残骸です。数千年前に墜落したものと思われます。インドの神話にはこうあります。
空から黄金に輝く船が降りてきたと。人々は黄金の船をビマナと呼び、その姿を書き残しました。その絵は我々の知るテレポーションシップに酷似しています。プライマーの存在を知った者たちは各国の有力者に働きかけ、地球規模の軍事組織を作りました。人類の英知を結集し、最高の兵器を開発、さらに世界中に前線基地を設置、過剰とも思える兵器を配備してきました。それが EDF か。ロケットには大量の毒性汚染物質が積まれています。それらは拡散し、長い年月をかけて土壌に吸収され、進化の流れを変えるでしょう。浄化されることのない毒、それは生命に大きな影響を与えるはずです。おそらく火星に文明は生まれないか、生まれたとしても今とは違うものになるでしょう。つまりプライマーの存在そのものが消える。プライマーは自由に時間を行き来できる。それならば原始時代の人類を狙うか、せめて EDF 設立前の人類を攻撃すれば、たやすく目的を達成できるはずだ。なぜこの時代にこだわる？どんな理由がある？推測に過ぎないが、プライマーが歴史を変えることができるのはリングが飛来した日から数年の過去だけなんだ。おそらく歴史を変えるにはルールがある。タイムパラドックスを避けるためだ。プライマーがこの時代を選んだことにもきっと意味がある。歴史的に重要な何かがあるに違いない。おそらく因果関係の発端となる事件。それ以前の歴史を変えることはタイムパラドックスを引き起こしてしまうんだ。10万年もの時を超えてきた船、中継地点であるリングが必要なんだ。無限ともいえる時の流れの中で遭難を避けるために。船団を維持するためには目標の時間に正確に移動できなければなりません。10万年も移動すれば誤差も出るだろう。そのためのリングか。人類は滅びる。くたばったか、バカめ。鍛え方が足りないからだ。巨大生物の進化は人類の英知を超えているというのか。地球に住めるのはこの星で生まれたものだけだ。そう思う、マーシアンだ。敵は圧倒的な科学力と軍事力、それに比べてこっちの頼みの綱は伝説の勇者様ってか。ありがたい話だぜ。みんな吸い込んで生きやがった。奴らクローン兵士らしい。エイリアンの人権問題に直面することになるとはな。ん？発見！ヤッホー！ハッピーバースデー！おめでとうございます！空を見ろ！あれはなんだ！空を飛べるなんて羨ましい。あれが神です！そう見えるだけだ。消えた！船が消えたぞ！どこへ行った？戻ってこい！私は神を探しています。火の玉が落ちてくるぞ。事故りましたね。俺は運が悪すぎる。宇宙船の残骸です。こいつはすげえぞ。俺がいただきだ。 EDF! 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 はじめまして、ふつつか者ですがよろしく願います。新人ってのは君か。はい。さあ始めよう。はい。簡単な仕事だ。あれはタイムマシンで間違いない。船を過去に送っているんだ。そういうことにしておく。そういうこと？無理だ。死ね死ね。落ち着け。兵士はいいぞ。年金モデル似合っているぞ戦友。孫にも衣装ってやさな。お前になら背中を預けられる。ねえでやオラ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 。コマンドシップ大破。やめ、ストームワン、ストームワン。
で先に行くの。待ってくれ、置いてかないでくれ。ケラミン、バイバイ。人類はプライマーを追い返した。だがこれが勝利と言えるか。瓦礫でつまずくなよ。燃料が少ない、冬が心配だな。生きて会えたな。これから貴様らを鍛え直す。徹底的にだ。町を守る。行くぞ。宇宙船だ。プライマーが戻ってきた。待て待て待て、もう戦う力なんかないぞ。今さら戻ってくるな。何事だ。どうなってる。何かおかしいぞ。ここは危険だ、離れろ。どういう状況。俺はベッドで目を覚ます。そうだろ。あれはタイムマシンで間違いない。船を過去に送っているんだ。奴らは歴史を変えている。みんなは知らないだろうが、リングの真下にはあの装置がある。リングの真下を目指そう。ドローンの弱点は中央の球体だ。なぜわかるんだ。奴らは何を始める気だ。あの光は何なんだ。消えた、船が消えたぞ。仲間の船を消したのか。奴ら血迷ったか。我々が時間を遡っていることはプライマーにとって想定外のはずだ。たとえ奴らでも起きてもいない事故を知ることはできない。我々だけが今日タイムマシンが破壊されることを知っている。重要な情報があります。君の行き先は病院だ。作戦を提案したい。あなたにそのような権限はありません。敵は我々の作戦全てを知っている。根拠のない妄想です。敵は何度負けてもやり直せる。人類に勝ちの目はない。ひどいイカ様だ。そろそろ目を覚ますとするか。前方に人だ。民間人が進路にいる。邪魔だ、道を開けろ。おい、本当に来たぞ。レーダーを見ろ。情報部、さすがだな。我々は攻撃を未然に防ぎ、数えきれない命を救った。よくやった。マザーシップ大破したようです。本来パンドラは沈んでいるはずだった。君が運命を変えた。グラウコスだ。大腸を駆除しろ。チラン爆雷全射出。命中、効いてます、効いてます。ヤッホー、グラウコス撃破。オメガより全世界へ、我ら勝利せり。やったか。月面への核攻撃が成功。直撃ではないものの、ナンバーイレブンにかなりの損傷を与えたはずです。昇進したぞ。俺は総長だ。待て。あ、隊。総長、勘違いするな。その人は新兵じゃない、英雄だ。英雄が来たぞ。ストーム隊だ。タイムアップだ。抵抗はここまで。奴らはまた歴史を変える。努力は泡となって消える。奴らは歴史を修正し続けている。我々が何度も過去に戻るように、奴らも戦況を変え続けるだろう。いずれどうにもできないほど悪い状況になる。新人ってのは君か。さあ始めよう。なんで先に行くの。待ってくれよ。お前民間人か。おい待て、今度はこっちかよ。ここが目的地か。開けるぞ。なんだこいつは。ギガンティックアンローダーバルガ、移動式のクレーンだ。バルガだ。どういう状況。戦ってるのは民間人だ。基地を守ろうとしてる。基地を守りきったぞ。帰っていいかな。でかい的だぜ、外しようがない。ご存知、ギガンティックアンローダーバルガです。あんなものが本当に役に立つというのか。何、移動式のクレーンが役に立つと。バルガの改良計画を進めます。マザーシップの破壊に成功しました。全世界に勝利を報告。我ら敵司令船を撃沈せり。こんな日が、こんな日が来るなんて。対海生物の切り札、アーマメントバルガです。カッパー砲ロック解除。アーマメントバルガは海生物を撃破するために作られた超兵器です。
従来型にはない武装があります。強すぎる。こいつはすげえぞ。楽勝楽勝。タイムマシンが来た。努力は無駄になる。歴史への干渉を止める方法はない。打つ手はないんだ。いや、可能性はある。小さな可能性が。歴史改変船団の出現、ついにその瞬間に居合わせた。この船はタイムシップだ。時間を移動し歴史を変える。ここで撃墜するんだ。船団が世界中に散っていく前に。リングが出現したにもかかわらず、人類は優勢を維持している。奴らは歴史改変に失敗した。我々はリングを攻撃せず、あの事故は起こらなかった。歴史は固定された。破壊しなければならない。再びタイムマシンが使われる前に。やったぞ。奴らの計画は終わりだ。人類は勝った。空に穴が。ワームホールだ。あれは何だ。敵戦大破しました。やったぞ。なんだ、何が起こった。神です。オペレーションオメガを発動します。未来の敵を排除する。それが彼の提案した計画です。プライマーがいなければ戦争は起こらず、人類は火星を攻撃しない。そして火星にプライマー文明が生まれ、人類を攻撃する。パラドックスです。墜落します。終わったのか。矛盾は消えた。歴史は修正され、いずれ安定するだろう。時間は人類を選んだ。未来は決まった。プライマーはいない。これからどう歩んでいくのか。人類は未来を知った上で決めることができる。なんだそりゃ。目的は何だ。興味なか。まあいい、時間には間に合った。ついていく。君の後ろが一番安全だ。遅れるわけにはいかない。科学者を虐待して楽しいか。推測だが、この行為には意味がない。なんとかなる。そう信じるしかない。はあ、できたぞ。何、何かトリックがあるはずだ。一体。我々が理解しやすい言葉を使うなら、サイコキネシスです。ここだ、来てくれ。断る。押してきやがる。ここを死守するぞ。うわー、巨体巨体。下がれ下がれ。始めるぞ。ここは通さねえ。血迷ったか。後で腕立て100回だ。後悔するぞ、死の瞬間にな。何をする。やった、追い払ったぞ。貴様らはゴミクズだ。部下はクズばかり。有能な部下が欲しい。クズめ。もうあの太陽を見ることもないだろうな。調子に乗るなよ。ゴロツキどもめ。バラバラにしてやる。逃げろ逃げろ、死にたくない。こうなると分かっていたら仕方ない。これが現実だ。